2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、世界一になり、1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間岩尾先生です。頑張んないとね、自家用ジェット機がね、置けないんで、今はテニスコート場ねの土地を買っただけでね、それと1リットル1万5000のミネラルウォーターを毎日飲むぐらいでね、でシャワー浴びるね、風呂浴びると、1リットル1万5000のミネラルウォーターでシャワーを浴びるということぐらいなんですよ。それでね、とにかく稼がないといけない、世界一の億万長者に越さないといけないわけですね。世界一の億万長者個性ということ頑張ってるんですけど、今ナチが開かないんですね。でね、試験投資で、ライブ投資の試験投資で1000円で今実施してます。一回1億円で投資するところね、1000円でね、投資してます。なかなか難しくなってね、稼げてる人がほとんどみんな減ってきちゃったりとかしましてね、大変でしてね、世の中私も厳しくてそれで今回月曜日ですね、紹介する2018年11月の、何日かな、11月26日月曜日3時55分ですね、夕方になろうかと。で、こちらの方で、で、このシグナル待ちでね、ライブ投資しようと思います。今、資金が29,472円ですね、月曜日ね。で、勝率 71% で、24回、シグナル出てます。勝率、次は勝率 70% で20回出てます。平均ピップスが35と24ピップスですね。1回の利益の。というのですね。それでね、これコツでね、1万7280分前なんですよ。ということはね、14-2 で、12日前からの分析です。というのは土日がね、入らないように、1回だけということでね、うまくやっとかないと、普段の、ね、分析を正確に出せるようにということですね。で、そうやりました。12日間。これがね、いいんじゃない ?13 日だとね、日曜日が3個入っ、だから、土日がね、1個多くなる可能性があるんですよね。だから、必ずなるんですね。だから、12日が一番いいんじゃないかって、取引されてないね、土日を1回だけにしようということですね。で、12日前からの分析で、勝率 71%、24回取引がありますよ。で、24ピップスですよ、平均1回のね、稼ぎピップスが。ということです。次は 70%、20回、35ピップスありますよということですね。で、29、29、7の14とか、8の15とか、3の22。上側、22の35の24の33の25の15の18とかね。これは設定値ですね。いろいろ調整してみまして、勝率と投資数がね、あるのを見てやってました。80% でやったんだけど、2つは出てくるんだけど、10回しか投資がないんで、ちょっと安定性ないから20個以上ということで、これが一番いいみたいなんでね、調べてみました。ここでシグナル出たらライブ投資します。1000円だけね。果たして勝てるか分かんないけど、自信ないけどね。これで勝てたら、ね、こういう系統の、こう新しくまたインジケーター作りまして秘密です。表示も何もされません。どんなテクニカル分析を使っているかは秘密です。
見たって分かりません。ただシグナルだけ出ます。上か下かね。で、勝率と投手数は出てきますってことですね。設定値はどこのテクニカル分析使ってるかとか分かりません。出てますけどね。あらゆるテクニカル分析を入れて分析させてます。表示は殺しちゃってます。でね、やってまして、まあ、これが勝てれば次回用ジェット機は楽に買えますわ。ね。この、私のね、このインジケーターが、この試験でね、今週も本当に、この試験で勝てればもう、次回用ジェット機が買えます。だいたいね、2倍ぐらいないとダメなんですね。ヤマハのね、自家用ジェット機、まあ、4億、6億ですね。ですよ。だから12億ぐらいはないとダメです。管理費とパイロット雇わない、やってもらわないといけないんで、毎月のね、使用なんかありますからね。だいたい、貸し出したりするんですけどね。大体12億ぐらいずっとかあの必要です。管理費一生分ね。大体2倍あれば大体平気ですよ。6億のね、ジェット飛行機で、マイジェット買うんだったら12億ね。だからこれがうまくいけば12億稼げますね。ああ、そんな感じですよ、ハンマー岩先生。次回はジェット機が持てるかの、持てないかの危機です。次回はジェット機欲しいですよ。